どうも皆さんごきげんよう、ハンクと申します。本日もご視聴ありがてー。ということで今回ですね、新しいキャラが追加されるということなんで考察していきたいと思います。今回はね、獣が4体。いや、予想していた通りね、獣がどん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 増えていくような未来が見えておりました。やはりその通りですね。まあ今後ね、その深海英雄であったりとか伝承英雄に獣も追加されるでしょう。今回はですね、4体ピックアップということなんで、まあ結構きついんですけども、引く価値大ありです。めちゃめちゃ強いです。4体ピックで出にくいんですけど、これはぜひともね、引いた方がいいガチャじゃないかなと思います。それでは早速見ていきましょう。レディゴー。はい、じゃあまずはフランネル見ていきましょうか。赤の獣歩行ですね。大熊優吾さん、この方義務を書いている方ですね。俺の大好きな義務の人ですね。はい、じゃあ武器スキル見ていきましょうか。人狼王の爪牙っていうんですかね、威力が9です。低めに設定されてますね。まあ、なぜかと言いますと、2回攻撃で敵から攻撃された時も2回攻撃可能というやつで、装備しているとね、速さがマイナス5されますよというやつですね。これ赤剣ラインハルトと全く同じですね。これはね、絶対強いですよ。攻めには特化して、で受けでもね、返しで2回殴れる。これはね、めちゃめちゃ強いです。で、ターン開始時にね、竜獣と近くにいればね、化身状態になります。はい。で、化身状態なら、攻撃がプラス2かつ、奥義、発動時にね、奥義によるダメージが10ということで、まあ、怒り内臓型、ラインハルトみたいな感じですかね。はい。まあ、これはね、間違いなく強いです。で、奥義が流烈ですね。で、俺的にはここにね、2ターン奥義か4ターン奥義を置いておくのがいいんじゃないかなと思います。まあ理由といたしましては、 B スキルに奥義の螺旋を持っておりますんで、A スキルにね、まあ合剣とか銃剣あればね、まあまあいいんですけども、ちょっとね、この武器がついていることによって、やはり攻撃力と速さがね、ちょっと抑えられてるんじゃないかなと思うんですよね。どっちかがね、特化して上がってればいいんですけども、まあとりあえずね、もしまあ攻撃、速さが高いんであれば、どっちかをつけて、でこっちから攻めた時にね、奥義のね、発動ポンポンと進めていって、まあ2ターン奥義なんであれば2発目で奥義が発動できますと。で、まあ奥義の螺旋が発動した場合はね、もうず常にね、4ターン奥義が、2回目の攻撃で発動できますよという感じになりますね。守備がめちゃめちゃ高いんであればね、まあ火炎とか、まあ、ついてたら毎回火炎が打てます。めちゃめちゃこれは強くなりますからね。で C スキルにね、獣の技量ですね。これ初ですね。まあ、獣を育てたい方はね、ぜひともこれはね、引いておきたいスキルじゃないでしょうか。まあ、今回のね、まあ、フランネルのね、まあ、感想といたしましてはね、どうだろうね。まあ、飛空場に置いておくと、非常に厄介じゃないのかな、という感じですな。まあ、ワンチャンね、B スキル、待ち伏せでもいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、そんな感じです。はい、じゃあ次見ていきましょう。ベロはですね、無色獣歩行ですな。イラストが川澄さん、めちゃめちゃ可愛いぞ。これはイラストがフェスゲンレベル。いやー、これはね、ほんと可愛い。原作知らないんですけどもね、なんか俺がこうパッと見た時に、うわ、めっちゃ可愛いやん、これやばっと思ったぐらいのイラストをしてました。いやー、これは美しい。その隙間で永住したい。はい、じゃあ見ていきましょうか。人狼娘の爪牙、わからん、そんな感じかね。はい、威力が14で、速さが3で、ターン開始時に自分と支援相手の奥義発動カウントがマイナス2と。おお。で、ターン開始時、竜獣が近くにいたら、化身状態になると。で、化身状態なら攻撃プラス2かつ、まあ、奥義によるダメージがプラス10されますよと。長いな、説明が。これはですね、要はこの子と、支援を、組んでいると、ターン開始時にマイナス2からの
スタートになりますよということなんでしょうな。まあ最初だけってことですね、要はね。それ以外はね特に発動はないということなんで、まあ一番下の列だけですね、効果がずっと残るっていうのは、奥義発動時にね、奥義によるダメージが10ということで、まあ先手必勝型ですよね。これもね圧倒的に非空城向けのキャラになりますよね。まあむしろこの子がいたらマジで悪害になるんじゃないかなというぐらいのレベルですよね。いやーこれは強い。うん、まあでもまあなんだろうね、攻めに、まあ、特化するようなキャラだとは思うんですけども、なぜかまあ A スキルにね、まあ、近距離防御がついていると、耐久があまりないのかなという感じでしょうかね。まあね2ターンをねいきなり開始で、まあ、進めれるということなんで、まあ例えばオスティアの鼓動とかね、奥義の鼓動とかなんやかんやつけてると、まあ、初手でいきなりでかいのが打てますよという感じですね。まあステータスはねどうなんだろう、そんなに高くはないような気がするんですけども、まあ今後まあこの子暴れる可能性は非常に高いですね。結構特殊なね、武器の効果なんで、今後に注目じゃないでしょうか。そんな感じでございます。はい、じゃあ次錦見ていきましょうか。俺の友達にも錦っていうやつがいるんやけどね。はい、で、緑獣の馬ということで、うわーこれはかなりレアですな。とうとうね馬にも獣が出てきましたね。もう訳がわからんですな。はい、武器見ていきましょう。陽光の爪際かな。はい、で威力が14で守備が3。おう、これ守備が高いんかな、もしかしたらね。で周囲2マスの味方は戦闘中攻撃速さ守備魔法が上昇、上昇値は自分括弧スキル装備者の、攻撃速さ守備魔法の強化値括弧能力値ごとに計算。おう、ちょっと後で説明します。ターン開始に、まあ、竜獣と隣接していると化身状態になりますと。で化身状態なら攻撃がプラス2、かつ、自分から、攻撃した時戦闘中敵の攻撃守備マイナス4、敵は追撃負荷。長い、めちゃめちゃ説明が長いんじゃ。いやーこれはねすごいですな。ちょっと詳しくは言えるかどうかわかんないんですけども、要はね、この子にね、例えばコブのバフをいっぱいかけていると、その周囲にもねそのかけた分のコブ、が、ばらまかれるということじゃないんでしょうかね。で化身状態ならねもう攻撃力も上がるで守備もおそらく高いとは思うんですよね。そしてこっちから攻撃を仕掛けた時は相手にデバフがかかって追撃負荷、もうやりたい放題ですね錦さんよ。これは強いですな本当に。これもねなんかもう先手必勝型ですね。もう馬といえばね、まあ受けよりも攻めですよね。まあ守備が高いということなんで意外と短期突入とかもねできるんじゃないのかなと予想しておりますね。でまあこの人が近くにいてね、この人にねまあバフをいっぱいかけていたらねもう全体バフがかかるんじゃないかなという感じで予想しております。あーちょっとね説明文がちょっと難しいんでね、ちょっと俺には理解がなかなかできないんですけど、まあまあ引きたいキャラでもありますよね。で、補助スキルが回り込み、結構シンプルなの持ってきましたね。で B スキルね速さ魔法の、連携ということなんで、まあこれね結構武器と噛み合ってるんじゃないでしょうかね。まあ、速さ魔法が高くて、まあ、馬なんでね総合値もそんなに高くはないと思うんですけどもね、まあ、速さ守備魔法がまあまあちょっと高くて攻撃力がちょっと抑えめになるんじゃないのかなと。まあ馬なんでね総合値がねまあ150から60ぐらいの間じゃないのかなと予想しておりますね。で C スキルね、獣順の紋章が持ってきたということなんで、さっきのベラーもそうなんですけどもね、獣順の紋章を持ってきましたんで、これで一応ね、獣系の紋章とコブがね全部出揃ったという感じですね。獣でね全員組んでたらめちゃめちゃ今後強くなるんじゃないでしょうか。
この錦に関しましてはね、まあちょっと補助型になるのかな。うん、短期突入するのもいいとは思うんですけど、やはりね馬なんで総合値が非常に気になるところですね。まあ、A スキル、まあ、空いてるということなんでね、まあ、攻撃力がね、まあ、低いんであれば、まあ、鬼神なんちゃらとかね、まあ、そういうのをね、まあ、つけてるといいんじゃないのかなという感じですね。まあ、武器がね、あまりにも強いだけにね、後のスキルがちょっと微妙かなというようなイメージはあるんですけども、まあ、補助役には最高じゃないでしょうか。そんな感じのイメージでした。はい、じゃあ最後見ていきましょう。今回の注目キャラじゃないでしょうか。絹ですな。青獣馬ということで、いきなりね、獣馬がもう2体同時に実装されましたね。まあ今後、獣重装であったり、獣飛行のね、フラグが完全に立ちましたね。これは良きですよ。じゃあ武器スキル見ていきましょう。妖子娘の爪牙、威力が14、魔防がプラス3。うん、魔防が高いんでしょうかね。で、戦闘開始時自身の魔防が敵より高く、敵が剣槍斧竜獣の時、戦闘中自身の攻撃速さ守備魔防が上昇、上昇値は魔防の差の 50% で最大8を最大でね、おそらくこれ紋章バフだと思うんですけども、全ステータスに8が、まあ、最大入りますよということですね。すごいな。で、ターン開始時、竜獣以外とね、隣接してない場合は、化身状態になりますよと。化身状態なら攻撃がプラス2、かつ自身からの攻撃した時、戦闘中敵の攻撃守備がマイナス4、敵は追撃不可で長い、めちゃめちゃ長い。はい。でね、今回のこの武器はめちゃめちゃ強いと思いますよ。まあ、馬ということで総合値低いと思うんですけどもね、魔防が高ければ、まあ、何の問題もないんだろうなと。全ステータスに8の紋章バフが、まあ、かかると、さらにコブもかけれますんでね、もうステータスお化けな馬になるんじゃないのかなと予想しております。で、まあ、自身から攻撃するとね、まあ、攻撃のね、守備も相手下げるんで、高低差も出てきますね。で、敵はね、追撃不可。もうこれ条件がね、ほぼないようなもんなんで、こっちから仕掛けたら相手は追撃できないんですよ。だから守備が、じゃなくて、速さが低くても、何の問題もないんですよね、こっちから仕掛けた時は。これめちゃめちゃ強いですね。もうイラストもめちゃめちゃ強い。もうすべて、もう猫耳、獣耳、なんだこれは、耳めちゃめちゃ強い、尻尾もめちゃめちゃ強い、もうすべてが強いですな。はい。で、表層か、はい、ここは別にね、まあまあ何でもいいんやけど、まあ魔防が高いんでね、まあこのままでいいんじゃないのかなという感じですね。で、絆ですね、攻撃速さの絆ね、うんうん、いいんじゃないですかこれ。まあ隣接していないと、あれダメなんでね、まあ近くには必ずね、まあ竜か獣を置いておかないといけないのという感じ。まあやっぱりね、竜と獣の混合パーティーとかね、めちゃめちゃ強いですね。まあワンチャンその全部獣でもね、まあめちゃめちゃ強いと思います。で、 B スキル、はい、攻撃の混乱さん出たな。これは出ましたよ。これは超悪害、悪害ビッパーですよ。はい。ターン開始時、敵同士が隣接していて、かつ、魔防が自分より3以上低い敵の攻撃がマイナス7と。これ、どう見てももう魔防上げが最強ですね。いや、これしかもね、移植できますよ。これ何が悪害かって言いますと、あれですよ。アナグマ。全滅します、マジで。アナグマ勢のね、攻撃力ががっつり下げられます。いやー、これはね、飛空城の攻略できる、スキルじゃないでしょうか。で、魔防の波がついている。これどこまで魔防にこだわるんや、これやばいね。なんで A スキルは攻撃速さだったのかっていうのが非常に謎ですね。そこもね、魔防の絆入れときゃよかったのにね。うん、ちょっと惜しいかな。うん、まあまあ魔防の絆結構レアなんでね、まあ誰か持ってたと思うんですけどね、まあこの子にね、あの魔防系の絆をね、あの入れ替えるっていうのも
全然 OK かなと思いますね。まあ攻撃力はもう完全に無視してね、もう魔棒を上げて表層で殴るみたいな感じのスタイルでいいんじゃないでしょうか。今回のね、やはり注目この人ですよね。人じゃない、獣か。うん、これはね、皆さんぜひとも引いた方がいいです。攻略の幅がね、非常に広がると思います。そんな感じでございます。はい、ということでね、2月の、20日16時から今回の新英雄が開催しますよという感じ。まあ冒頭で言いました通り4体ピックアップなんでね、出にくいかもしれないんですけども、間違いなく回した方がいいガチャではないのかなと思いました。そんな感じでございます。皆様課金は計画的に。それじゃあバイバイ。